ニクで一人焼き肉しちゃいました。これさ、味付けなしでお湯で戻してお肉の代わりに使うものみたいですね。ちょっとね、食べてみるよ。ほうほう、スナックみたいでさ、結構いけちゃうね。普通に美味しいね、これね。うん、お湯で戻して肉化させてみるよ。沸騰したお湯で3分ほど。ふんふんふん、見た目さ、完全にお肉だね。はい、じゃあね、お湯を切ってきました。また食べちゃおうっと。そんでね、そんでね、今回はさ、焼肉なので、タレはね、ポン酢、それから塩だれ、あとね、アイハーブで購入しためちゃうま塩コショウで食べてみます。というわけでね、いきなりのデッキです。ワンちゃんもね、大丈夫そうなんで味見してもらいますよ。おー、これはね、すごい食いつきだね。うんうん、美味しそうに食べるね。よかったね。うん、はい、じゃあね、焼肉開始と思ったんだけど、直射日光と鉄板が熱くてスマホが落ちちゃいました。じゃあね、室内に戻って、うんうん、これはいい感じに焼けてきたね。ではでは、塩コショウでいただきます。じゃ、ジューシーお肉が美味しいね。これさ、本当に大豆なのかな。とろりと溶けるように柔らかいけど、お肉っぽい歯ごたえもあって、確かにね、お肉の感じがするね。お肉のさ、脂身みたいなのは確かに足らないし、よーく噛んでると大豆っぽい味が分かってくるね。でもね、コマちゃんはね、これで十分満足できちゃうね。うん、てかね、これ絶対知らなかったら騙されちゃうね。どう見てもさ、これ焼肉なのにさ、野菜と大豆しかないなんてちょっと信じられないね。うん、一番美味しかったタレはね、塩コショウだね。シンプルでめちゃうまい。